西水宮とは、旗の宮殿の一つ。秦の最初の行政の中心地であった。別名を犬宮といった。西水宮は、関宿省流南里県栄光鎮と西川県長島鎮に位置している。春と秋の期間に、秦王朝の最初の行政の中心地であった。また、初期の旗の君主は、皆、西水宮に住んでいたという。秦の上皇、文皇がその例である。 元来、旗の人々の祖先は、犬級と呼ばれる地域に住んでおり、遊牧民族らが支配する地域であった。そこに、旗の国が建国されると、旗の最初の行政の中心地である、西水宮が築かれたのであった。西水宮は、旗の宮殿の中で最も西にあり、古いものであった。芝千の式によると、西水宮は、上州高州の南西90マイルにあり、 関流西西県も同様であり、流系県には、漢字 E チリという西県があり、その名前は新しい時に、西市に変更され、五冠の時代には、西里とも呼ばれる町となっていたという。また、交換州各区西伝によると、西は、ロングシーにあり、ゼゴジャマウンテンとシャンウォーターがあるという。さらに、水院によると、西尾山は、竜系の西、西圏にあり、 関水にもあるこれは、西県の旧市街の位置、方位、距離だけでなく、山や川も特定するためである。カズーマウンテンは、京の南東にあるカズーマウンテンである。前漢時代の水は、鈴鹿山の再六に由来しています。上流は、下陵港に流れ込み、南は、洋洲港に流れ込んでいた。後に、西水軍は旗が東に戦闘を続けるにつれ、離宮となっていき、 型が滅びるとともに使用されなくなったった。の時代には、もう利休としても使用されなくなった西スイングは、次第に廃墟となっていったのである。ありがとうございます。